Ciao tout le monde, on se retrouve pour la suite et aussi la première side story du dernier chapitre sur Warriors Rouge 4 Ultimate. Donc la dernière fois on avait terminé cette bataille, donc je n'ai pas repassé en rang S puisqu'en fait je tourne les épisodes à la suite et après la session je refais souvent les anciennes batailles pour avoir le rang S, pour être tranquille tout simplement et valider tous les objectifs. Donc celle-ci, ça sera pour le prochain épisode puisque ça c'est la suite de l'histoire et là nous avons une bataille next. On va faire puisque là on était level 60-61, après bon, on continue vers le level 61 et puis là voilà on revient au level 60, donc autant faire celle du level 60 qui est en plus une bataille annexe qu'il faudra faire tôt ou tard, mais bon autant la faire pour comprendre certaines choses et ensuite on reviendra dessus, donc sur l'histoire principale. Donc bien sûr on a récupéré tous les fragments, hein, dernière bataille du chapitre 7 pour récupérer le dernier fragment et en plus on ne peut pas le louper. Et puis voilà, donc on va commencer la bataille. Zeus が融合世界を生み出す前のこと、ラグナロクを生き抜いたオーディンは、全世界を力で支配し、滅びを免れようと画策していた。地母神ガイアは、その不穏な気配をいち早く察知する。そんな折、彼女のもとにアースガルズのロキが現れ、オーディンがオリンポス侵攻を企んでいることを告げた。事態を重く見たガイアはペルセウスを呼び出し、ロキと共に調査に当たらせることにした。この出会いが二人の運命を決定づけることになるとも知らずに。ペルセウス、紹介するわ。この子はロキ、アースガルスの神よ。アースガルズ、なぜかの地の神がここに。ロキはね、アースガルズの者たちに不穏な動きがあることをわざわざ知らせに来てくれたのよ。オリュンポスを狙う怪しい者たちの気配、このところ私自身も感じていたの。だからあなたと一緒に調査してみるつもりだったんだけど、そこへちょうどロキも現れたというわけなのよ。ですがだからといって簡単に彼を信じていいのですか。彼とて不穏な企みに加担している可能性もある。そう疑われるのも無理はない。ならばこれを受け取ってくれないか。何かしら。私の神器、ミストルテインから分かたれた枝だ。形もその力も元となった私の神器と全く同じだよ。私を信用できなくなったらそれを折るといい。そうすれば元のミストルテインも枯れ果て、結果私の力を削ぐことができる。信用の証として力の源となる神器を預けるってことね。じゃあペルセウス、これはあなたが持つのよ。私が。ですがガイア様、あなたまだロキを信じられないんでしょ。だからあなたが持っていて、もし怪しいと思ったらいつでもポキッとやっちゃいなさい。それになんとなくだけど、あなたたちとても気が合いそうな気がするの。お揃いの神器で戦って親睦を深めるといいわ。ガイア様アースガルズの神器を手にするのは怖いのか。オリュンポスの英雄も存外育児がないね。その力の底も知れるというものだよ。何だって。やめなさい二人とも、相手のことをよく知らないうちからいがみ合っていてはダメよ。それじゃ早速調査に向かいましょう。怪しい気配の正体を早く明らかにしないとね。
Alors c'est parti. Donc là, ça va être une bataille complètement en découverte, puisqu'il n'y a rien qui est indiqué sur la map. En tout cas, c'est pas trop grave. Donc, enquêter sur sur l'Olympe. それじゃ、調査を始めるわよ。ロキ、ペルセウス、二人ともよろしくね。On va les suivre。早速怪しい気配を感じるわ。この先を調べてちょうだい。この辺りか。そこにいるのは分かっている。隠れていないで、出てくるんだ。なぜわかった。こうなりゃ逃げるしかない。我はサノオなり。まさか彼らはアースガルズだ。取り逃がすわけにはいかないね。もうメスが不思議。ここでやられちまうなんて。使命を全うできぬとは。Ils sont pas faciles à tuer, hein. Ça, je sais pas si je pourrais le rattraper, quoique. Sa zone est plutôt loin, hein, sa zone de confort. Voilà. Ensuite, Olympus a sagré mon teka. Carrera, on va rejoindre Perseus. Sereni, Nani au Shirabete et Tanoka au Kininarmane. Loki, Nani ka Kokoro Atari wa nai? Sa, Ima no jiten de wa, nan tomo ienai na.北の方からまた何か感じるわ。すごく獰猛な気配。Assez violent comme les voir ça。私の神器を初見でそこまで使いこなせると。ペルセウス、君は強いんだな。君こそ大したものだ。アースガルズにもこれほどの使い手がいたとはね。出るぞ。怪物だと。なぜこんなところに。あっ、なるほど。モーディの差し紙なのか。勝利をこの手に。状況は予想していたよりも深刻なようだ。なん。Ça c'est fait. Encore deux. On va y aller. J'ai pas plus de stun. Histoire que c'est Gaïa qui récupère tous les fragments de XP. Voilà. Saki no mute. Sore ni kaibu. Olympus. Nani ga okiyou to shite iru no? Ensuite. Kazute nai osoroshii koto da.私の予想が当たっているのだが、ひとまず状況を整理しましょう。近くに神殿があるからそこへ向かうわよ。それじゃあ集まった情報を整理してみましょう。
まずはちょっと待って、西の方にすごく嫌な気配を感じるわ。まさか、じゃあそのまた怪物が。私が向かいましょう。Encore avancer, c'est encore assez à l'ouest. Ok. On doit laisser Brice. C'est à l'intérieur. Je fais comment pour rentrer ? ロキ、南に怪しい気配を2つ感じるわ。ひとまずそちらへ向かってみましょう。オッケちょうどいい。バッコメン。オリンポスの章を捕虜にしようとしているんだ。人間ついえよ。悪いな。彼を君たちの手に渡すわけにはいかない。いいわ。ロキめ。寝返りおったか。仲間と思って油断したが、次こそは。Ouais, les problèmes, mais pas trop. Hein. まさかあの男を裏切るとは。このままで済むと思うな。デルト、絶対に負けられぬ。二人を追わなければ、私の裏切りが露呈する。そうなればオーディンを倒すことだが、ペルセウスを放っておくわけにはいかない。いいわ。まったん、ヘイン、大地よ、光よ、抱きしめてあげる。ロキ、来てくれたのか。あった、すまない、迷惑をかけてしまったな。いや、気にせよ。ダニャボイス、むしろ詫びねばならないのは私の方かも。君を罠にかけ、アースガルズでしょう。いいわ。オーディンの手の者だということが分かったんだ。またアンチプルデビアジス。受け取って。アスガルズ、ロキ、オーディンがオリンポスを狙っているというあなたの話はどうやら本当みたいね。これで信じられるわ。あなたの決意は本物だということも。そうだ、私には望みはある。それを果たすためどんなことでもするつもりだ。アースガルズを裏切ってまで叶えたい望み。ロキ、いいわ。君は強い覚悟を胸にここへ来たんだな。そしてそんな中で、サラフェー、サラフェーは助けてくれた。私はあの二人を追わなければこの裏切りを
伝えられるわけにはいかない。待ってくれロキ。On va encore avoir des embrouilles sur la route. 私たちは仲間なのだから。Genre ça quoi. Pourquoi ça veut pas repartir, hein? Ça, c'est un excellent perso quand même. Franchement, monter au maximum, derrière, ça reste S-tier. Je vais la monter comme ça, hein. Elle va gagner des levels, hein. En attendant que tout le monde atteigne le favori point. Ah, c'est plaisant quand même, une zone comme ça, juste à farmer. Il y a des ennemis ? Non, même pas. On va avancer quand même. Un dernier coup, hein. On va les rejoindre parce que là j'ai l'impression qu'ils font du sur place. Je crois que le level time n'est pas censé. Loki, masaka kisama ni jamasareyou to wa na. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai ça. ペルセウス、私がおとりになって怪物を引きつける。その隙に君はあの二人を倒してくれ。しかしそれでは君が危険すぎる。私は君を信じると決めた。だから君も信じてくれないか。仲間なんだろう。勝った気でいるがいい。いずれ世界は飲み込まれる。彼らが残した不吉な言葉の意味、気になるな。怪しい気配はもう感じないわ。ひとまず調査はここまでとしましょう。アースガルスの動き感化できないわね。ロキ、あなたにはこれからも協力してもらうわよ。君が胸に秘めている望み、いつか聞かせてくれると嬉しいよ。ビクトワー。Comme ça, la side story est terminée.ロキ、君はこれからどうするつもりなんだ。ひとまずアースガルズに戻る。何食わぬ顔でね。そして念入りに準備を整えるよ。すべては大切なものを奪った男を滅ぼすためだ。この先どんな犠牲を払おうとも必ず成し遂げてみせる。たった一人でか。え、私たちは仲間なんだろ。だったら
君の望みを叶える手助けを私にもさせてくれないか。ペルセウス、このミストルテインにかけて誓うよロキ。君のためなら私は喜んで力を尽くす。たとえどんなことにでもね。うまくいっているみたい。よし、これでいいだろう。Alors, hop, ça on va démanteler. Voilà. Bon, ça, ça passe. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure principale, cette fois sur Warriors Rouge 4 Ultimate.